皆さん、こんにちは。大和市民体育館前橋です。本日はバランスディスクを使った運動、パート26をやっていきます。まずは両膝を床についてください。片腕をバランスディスクの上に乗せていきます。この時に腕が地面と垂直になるようにしましょう。この状態で膝を浮かせていきます。つま先で立って3点で体を支えていきます。この時に肩から背中にかけてが丸まらないように注意してください。これを30秒から1分ほどやってみましょう。左右の手を入れ替えてやってみてください。皆さんもぜひ挑戦してみてください。